アメリカ議会上院で尖閣諸島防衛義務を表明していることをご存知でしょうか。今回は尖閣諸島を見ながら対中国について詳しく見ていきます。日米英豪が今世界で注目されるようになりました。中国はロシアのウクライナ侵攻で台湾への侵攻を躊躇しています。中国の貿易相手は西側諸国なんですよ。中国が地に落ちます。2022年2月7日、尖閣諸島周辺の海域である日本の接続水域内において、中国海峡局の艦艇2隻が侵入しているのを海上保安庁が確認。2021年末から、実に42日連続での事象となり、北京オリンピックの陰でも同行為は継続中である。北京オリンピックも開幕前には外交ボイコットだのと、西側各国の政治的な動きが報じられてはいたが、いざ始まってみれば、競技の報道一色に、多くのテレビをはじめとするメディアは染まっており、否定的な意見は取り上げられない。新型コロナウイルスによって1年延期されたものの、昨年2021年に東京オリンピックを実施した日本からすれば、今回の北京オリンピックをそうした視点から批判することはタブーなのか、ある種賛美しか許されないかのようだ。しかし、報道の中には、東京オリンピックと比較して、今回の中国での北京オリンピック大会の演出を過剰に称賛する声も多数散見され、客観視といえば聞こえはいいが、どうにも中国の巧妙なプロパガンダに押されている感は拭えない。確かに、この北京オリンピックに向けて調整を行ってきた各種競技の選手たちや関係者の心情を思えば、報道が過熱気味なことも理解できなくはないが、中国の国威発揚の手段に安易に加担する危険性も忘れるべきではないだろう。新型コロナウイルスの世界的な蔓延の責任問題は言うに及ばず、香港の民主化弾圧や新疆ウイグル自治区での人権問題、南シナ海の一方的領有権の主張と進出など、中国が強行することで生じている政治課題は一つも消えてはいない。昨年2021年は、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスの空母打撃群が、極東へ派遣されたことを受けて、これらとの複数回にわたる合同軍事演習を、日本の自衛隊も行うなどしていたが、遥か昔のことのようですらある。日本は、これまで、唯一の同盟国であるアメリカとの軍事協力を軸に、安全保障体制を構築していたが、こうしたイギリスの、クイーン・エリザベスらの空母打撃群の遠征は、新たな枠組みの始まりだと、概ね歓迎する声が多かった。これに加えて、かつての日本の安倍首相が提唱した日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国が、安全保障において強調する、いわゆるクワッド体制も、新たな動きとして注目され、環太平洋の中国包囲網だと、期待されたことも、記憶に新しい。ただし、このクワッド体制については、インドは、中国と国境をめぐって、対立関係にあるとはいえ、あからさまに、中国を刺激することを恐れて、自国で主催するマラバール合同軍事演習へのオーストラリアのレギュラー参加を拒否し、ゲストに止めている。さらに、インドは、もともと、軍事的には、つながりの深かった、ロシアと2021年後半には、包括的な提携路線を打ち出しており、日本やアメリカ等の思惑とは異なり、手放しで対中国包囲網に加わってくれる勢力だと見さすことは困難にも見える。そうした中で、2021年4月には、インドを東側に望むベンガル湾において、フランスが主催し、アメリカ、オーストラリア、インドの各海軍と海上自衛隊が参加したラペルーズ合同軍事演習が行われるなど、新たな動きも見られていた。このラペルーズ合同軍事演習は、期間は、3日間で、5カ国から、
合計で8隻の艦艇が参加したもので、比較的小規模な合同軍事演習ではあったが、未だインド洋や太平洋に海外領土を有するフランスが、その存在を誇示したとも言えるだろう。フランス海軍は、このラ・ペルーズ合同軍事演習に、ミストラル級強主揚陸艦の2番艦、トネールを投入。同艦は、基準排水量16500トン、満載排水量21300トン、全長199メートル、全幅32メートルの艦隊を持ち、2007年に就役した艦艇だ。トネールは、上陸用集艇2隻を備え、陸上部隊1個大隊や車両60両、各種ヘリコプターを最大で16機収容可能であり、これらを用いて、迅速に、兵員を前線に投射できる、強主揚陸艦であり、規模的には、海上自衛隊の出雲、片越艦と近似値である。2009年5月にインド洋に派遣されていたトネールは、その当時懸案となっていたソマリアの海賊対策に使用され、これら海賊の水上の拠点を制圧して、11名の身柄を拘束するなど、実任務でもその能力を発揮したことでも知られる。また、フランス海軍は、ラ・ペルーズ合同軍事演習に、ラファイエット級フリゲート艦の2番艦、シュルクーフ、も参加させており、こちらは、基準排水量3200トン、満載排水量3600トン、全長125メートル、全幅 15.4 メートルの艦隊を持つ。ちなみに、海上自衛隊からは、このラ・ペルーズ合同軍事演習には、ムラサメ型護衛艦の8番艦である、アケボノが参加。同艦は、基準排水量4550トン。満載排水量6100トン、全長151メートル、全幅 17.4 メートルの汎用護衛艦、DD である。ラ・ペルーズ合同軍事演習では、これらの参加艦艇による、対空戦闘、対水上戦闘、洋上補給等が行われており、主催したフランス海軍では、相互運用能力の強化と、自国海軍艦艇の展開地域における能力の検証をテーマに挙げていた。日本とフランスとの合同軍事演習は、これまで、あまり見聞きする機会は、多くなかったようにも思えるが、実は、このラ・ペルーズ合同軍事演習の前月にも、アラビア海を舞台にして行われており、これに続く開催となったと言える。それには、フランス海軍から、唯一、無二の原子力航空母艦、シャルル・ド・ゴール、アキテーヌ級駆逐艦の2番艦、プロヴァンス、ベルギー海軍からフリゲート艦、レオポルド1世、海上自衛隊から、ムラサメ型護衛艦9番艦、有明が参加した。フランス海軍と海上自衛隊の艦艇との合同軍事演習だけでも、稀有な感じがするのだが、ここでは、さらに輪をかけて、ベルギー海軍とも、行動を共にしており、2002年に就役した、有明は、旧式な汎用護衛艦、DD とはいえ、貴重な経験だと言えよう。このように、イギリス海軍のクイーン・エリザベスらの空母打撃群ほどではないにせよ、アジア太平洋地域における自国の軍事的プレゼンスのアピールを見せていたフランスだが、2021年9月以降は、少し霞んだ感じも否めない。これは、オーストラリアが、アメリカとイギリスとの3カ国による、新たな安全保障体制である、オーカスを電撃的に締結したためであり、フランスから、調達予定であったシフラン級ベースの潜水艦をキャンセルされた点が大きい。このオーストラリア海軍のアタック級潜水艦計画は、フランスから、12隻の潜水艦を調達するものであったため、高額な武器取引を白紙に戻されただけでなく、大きく、フランスの面向を大きく損なわせる出来事だったと言えるだろう。この件で、フランスは、オーストラリアはもちろん、アメリカやイギリスへの不信感をあらわにしており、
南シナ海をはじめ、海軍の増強で、周辺国に圧力を強める中国への包囲網強化という点からは、一段遠ざかる可能性も憂慮される。フランスは、ダッソーラファール戦闘機をはじめ、アメリカ、ロシアといった、軍事大国の隙間需要を埋める、巧妙な武器輸出をこれまでは成功させてきていたが、このことの波紋がどのように影響するのかも、今後注視する必要性があろう。